こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は XKA800 2.4GB ボンチャンネルグライダーのレビューをお送りします。この A800 は、同社 A シリーズの伝統にのっとった翼長約 800mm を名前の由来とする A600 と A1200 の間に位置するマイクログライダー。本機は、他の多くのグライダーと同じく実機の存在しない機体で、その代わりに飛行性能を追求するために原型にこだわらずに済み、カラーリングも含めてオリジナリティあふれる作りになっています。機体はボディから翼まで全てが EPP 製、柔軟で強いマテリアルは主脚を持たずに胴体着陸が基本のグライダーにはプロペラのホールディング機構と合わせて嬉しい装備です。また珍しい点としてエルロンは翼長の4分の3もの長さがあり、アクロバット機ですかとおよそグライダーには似つかわしくない装備につい突っ込みを入れたくなりますが、XK 社お得意の強ヘッドロック志向のジャイロが機体のロールやピッチを強く抑制するので、神経を尖らせるような不安定さや緊張は強いられることはないでしょう。電装は他の A シリーズとは異なり SFHSS の冠をかぶっているものの、受信機にはバインドボタンがなく RTF 付属の送信機以外には使えない残念な仕様。実はこの受信機基板には F959 のプリントがあり、 WL トイズ社の F959 と共通、当然プロトコルも SFHSS などではなく既存の KN プロトコルですので、デビエーション送信機などで利用する場合は注意しましょう。サーボ動作テスト。搭載されるサーボは2種類で、受信機に統合される2つのロータリーサーボはエレベーターとラダーを、主翼左右に搭載される小型サーボはエルロンを駆動します。若干分解能が低い印象がありますが、マイクロ機に求められるトルク、速度ともに9大点。 6G モードだとラダーとエルロンにミキシングが入るようですが、 3D モードだとミキシングは入りません。私はこっちが好きです。ジャイロテスト。ジャイロは 6G、3D ともに強ロック志向のジャイロ補正で、ピッチ、ロール方向の補正に比べて要補正は弱い印象です。ジャイロが 6G モードの場合、常に姿勢を水平に戻す揺動翼を補正するので、このように背面からでも復帰しようとエルロンに介入します。スペック。重量はバッテリーなしの実測で 110g、スペックではバッテリー込みで 110g でしたが。飛行テスト。箱出し後、ウィンケージの目視調整だけで挑みます。画面右から左へ3から5メートルほどの環境風です。このサイズで 110g というのは決して軽くないんですが、すごく浮きがいいですね。ブラシモーターのパワーも12分で、ぐいぐいと機体を引っ張り上げてくれます。3D モードへ切り替えてループを試します。余裕ですね。次はロールを試します。これも余裕です。主翼長の4分の3という長いエルロンは伊達ではありませんね。この運動性能はグライダーだということを忘れそうです。
だから背面飛行だってこの通り。グライダーのくせに、グライダーのくせに背面とか。あら、もしした。ここからは自由飛行を楽しみます。よいしょ。なんじゃこのグライダーって感じだよね。2本目は完全に自由飛行で操縦しますが、先ほどよりもさらに機体を振り回してみたいと思います。そろそろタイムリミットなので着陸です。せっかくなのでグライダーらしくハンドキャッチにチャレンジしたいと思います。
よし。